どうもスペシャンズのヨーシンです。今回は食べ物系に食べ物系なんだなんだこいつだー、唐揚げくんレッド、バイバイ。見てる人なんだって思ったでしょ。これを食べたいと思うんですけど、食べます。なんだこの気配は、なんだこの気配は。トゥル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 、デカ唐揚げくんレッドスーパー唐辛子5倍。お前はやってきたのか、激おこ。早速食べてみたいと思います。すいませんでした。まず、まあ、いつも多分普段食べてると思う、まあ、こっちのレッド、今回ちょっと味を比べたいと思います。まあ、普通に売ってあるのこの、まあ、誰も食べてあるこの唐揚げのレッドですね。こっちは、あ、普通にもこんな、うん、美味しい、うん、美味しい、うん、あ、ちょっと、まあ、まあ基本、まあ辛い方好きかって言われると、そんなの好き、まあ好きっちゃ好きなんですけど。好きなんだけど、人並み以下よりかは辛いのがちょっとまあ苦手っていうか、でも辛いのは好きです。でもそんな得意な方ではない。じゃあ次はこのレッドスーパー唐辛子5倍デカ唐揚げ。基本普通のサイズとどのくらい違うのかっていうと、こっちが通常、こっちがちょっと気持ちいい、気持ちいい、なんかちょっとでかいかな。あんま変わんねえな、これ。あんま変わんねえ。だからそれちょっと食べてみたいと思います。あ、中も結構黄色い。辛っ、これ辛い、これ辛い、これ辛い。まあ、俺あんま辛いの好きなんですよ、得意じゃないんで。まあね、普通にまあ美味しいです。普通に美味しいってどういう意味か分かんないですけど、美味しいです。辛いな、こうの方がやっぱ自分的にはまあ美味しい、まあ、いつも通りの味ですね。食べるじゃん、美味しいじゃん。こっち食べるじゃん、うまい。やっぱカレーだ、やっぱカレー、やっぱカレー。ぜひ皆さんも食べてみてください。じゃあこの動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではサンクスチャッキラー。